さアタッチ見えましたここでこのスライディング値。アタッチに対して打ち勝っていくこのスライディング値。 さあ、あとボム解除してる時どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日は、ちょっとまた違ったテイストの動画になると思います。今回はえ、僕が普段から参考にしている海外プレイヤー紹介ということでやっていきたいと思います。まあ僕もね、普段から海外のプレイヤー見て研究だったりしてるんですけどね、えー、やっぱり皆さん、CDL のプロプレイヤーたちかなって思うと思うんですよ。まあ、もちろんね、CDL のプロプレイヤーたちも、 その配信見ててねあのもちろん参考にはしてますだけど今回はね、プロ勢じゃないんですよ。今回紹介するプレイヤーは。えー、まずプレイヤー紹介する前にね、あのー、海外のサーチ事情について説明しないといけません。えっ、ー、とね、その海外は、まあ主にアメリカなんですけど COD は。えっ、ー、とアメリカでは毎日のようにね、サーチの大会があります。えー、賞金付きの 2v2 だったり 3v3 だったり 4v4 だったりっていうね、大会がもう毎日のようにあって、まあプロプレイヤーだったり、プロプレイヤーだったり、 にになるる前の人たちだったりがねそこに出場してるんで、すよでそのサーチ大会で活躍してると結構、まあ、18歳以下の人たちとかそこに出場出場してると、まあ、なんか18歳になった時にプロチームから声かかったりとかしてね、えーまあま、デビューしていくわけなんですよ。だけどね、その CDN のプロの道に行かずに、サーチ大会だけをずっとやって て賞金を稼いいいででるるサーーチプレイヤーっっう人たちが昔からねねずっといるんですよ、ね、今回はそのサーチプレイヤーたち、もう COD 界のスペシャリスト、サーチのスペシャリストたちを今回ね、紹介しようかなと思います。まあタッチって言ったけど、今回紹介するのは一人かな。ちょっと前の動画でも紹介しました。えー、そのサーチのスペシャリストで代表的な二人がこの二人ですね。えー、2パックと、えー、テディレックスですね。もうこの二人はもう昔からね、 サーチトーナメントで勝ち続けて、もう知名度もかなり高いです。まあ、主に配信はツイッチで彼らはしてます。で、現在ちょっとどうかわかんないけど、えっ、ー、と、ツーパックの方はオプティックシカゴのハンツマンの方ですね、の、あの、サーチアナリストで、で、テディの方はシアトルサージのサーチアナリストだったと思います。このね、サーチプレイヤーたちがね、うまいんですよ。そう、何が違うかって、まず、頭がいい立ち回りと、 で素早い判断力ですねもう、これの二つがやっぱり海外のサーチって全然違って、ほんと日本のサーチの3、4倍ぐらいスピードが速いんですよね。で、とにかく頭もいいプレイ、スの立ち回りの。で、もこの人たちね、普通にね、あの、CDL のプロ勢に勝っちゃうんですよね、サーチ大会で。プロ勢にもね、勝ってしまうこの人たちのね、サーチを今日動画で ね、ちょっと紹介したいと思います、えー。ちょっと2パックとテディのね、あの、情報を、えー、e スポーツウィキから取ってきたんですけど、まあ、2人ともこんな感じですかね。ツ、えーえー、2パック、僕と同い年、26歳ですね。で、この情報があって、 ちょっと、古い、もしかしたら古いかもしれないんですけど、ツーパックはシカゴハンツマンの、えー、まあ、オフティックシカゴのサーチアナリストで、テディがシアトルサージのサーチアナリストですね。まあ僕的には一番上手いと思ってて、一番尊敬してるサーチの選手はこのツーパックの方なんですけど、今日はね、そのテディ、テディレックの方が、あの、ちょっと最近面白い試合があったので、ちょっと今からそれを流したいと思います。 はい。というわけで見ていきたいと思います。この試合は 3v3 の、えー、サーチデストロイキャッシュマッチですね。えー、マネーマッチになります、えー。下の方に書いてあるんですけど、240ドルの、えー、マネーマッチですね。えーまあ、こういうふうに向こうはね、アメリカの方は結構金を掛け合ってね、まあ、交流戦とかしたり、あと大会も基本的に参加費を払ってそれが賞金になったりとかね、してます。まあ、日本ではおそらく賭博法とかに引っかかってできないんでしょうけど、やっぱりね、 金をか、金がかかってる方が、やっぱ本気になるし、緊張感も全然違うので、やっぱりね、見ててね、あの緊張感でやったら、上手くなるなって思いますね。本気度具合がやっぱり全然違うので、普通の練習とは。こういうのね、日本でもできたらいいなと思うんですけど、やっぱ難しいですね。えー、じゃあ早速見ていきましょう。で、敵チームには、えー、あの、CDL プロチームのダッシーとアタッチがね、敵チームにいます。やばいです。<laughs> マジでやばいです、敵は。 さあ、レイドのサーチデストロイ。で、テディは基本的に SMG の速い動きが多い、敵得意ですね。えー、まあ、ここはちょっとアタッチにやられてしまいましたが、さあ、敵もね、もう世界トップクラスのプロプレイヤーですから、この試合かなり GG だったと思います。基本的にちょっとこの試合長いので、ちょこちょこ飛ばしながら行きますね。 まあ基本的にうラウンド始まる前って味方にこう指示出しとか、ね、リクエストとかいろいろやるんですけどやっぱりねなんか指示出しの仕方がこが軍隊みたいですね <laughs> テキパキとそこはかなり日本チームと違うなっていつも思います ああで、これねあの、テディの味方の方はクルーズ君がいますね。UYU のクルーズ君あの。オーストラリアに、ね、いたクルーズ君です。最近アメリカの方に行って、アメリカのプロチーム UYU で今戦ってますね。<laughs> さあ、2回設置をされてしまって、ここはさすがに厳しい展開0ロ2です。まあ、最初はね、結構。 流れが厳しかったかな。さあ、まずは A 側に3枚で寄ります。さあ、確認して、初動は撃たれなかったので、フラッシュで様子見て当たりませんでしたね。で、A 設置はこれ、いける確率が高いです。はい。アンダーも早いです。すぐ設置。ここでね、結構、設置できるのにもたついて設置できなくなるみたいな展開もね、よくあるので、この早い設置はいいんじゃないでしょうか。 しかしもうすでに敵がね後ろ,後ろに来てますで今の余計も素晴らしいけどこれは敵のアタッチの裏取りがものすごく早かった <laughs> 早すぎだろいつ来た <laughs> さあちょっとテディ側流れがまだ悪いですけどこっからねどんどんすごくなるんで さあもう一度センターで敵もセンターでしたねでこれチームショットでダブルキルしました残り1枚赤点出てたのでセンターの奥付近にいることは分かってますさあ一気に詰めて一旦様子見接敵しないということは A 側に流れた可能性がかなり高いですがまあ人数有利なのでねまあ今はそ,それほど無理をせず ね、ここは敵の位置を掴んでいきたいところですが味方がしっかりとカットしてくれてまず1、3の状態さあセンター3枚です味方を援護しつつ、えー、味方をセンター奥まで送り込みました B 側クリアリング B 側パッと見いなそうですねどうですかあ今左にいるおお削ってこのフラグはちょっと当たらないか さあアタッチの余けがす,すごいけどここでスライディングチーさあ味方もすでに寄ってるので3対 2, 2> えー今2人とも赤点と報告出ましたねセンター2枚ですさあ設置完了しましたさあそしてこの位置ですこの位置で恨みとボムを見るという、まあ、意外とねここね気づかないよね <laughs> そしてこのスライディングチー このね、サーチプレイヤーたちってね、ほんとプロプレイヤーでもわからないぐらい、その使わないぐらいのいやらしいポジションっていうのをね、すごくやっぱり見つけてるので、逆にこのサーチの、サーチプレイヤーたちが見つけたポジションを CDL プロチームがパクってるっていうことは、昔からお決まりですね。<laughs> さ、さっきのあの、アタッチの、 お、こっちがね、テリーがオブジェに隠れたのに溶かされたアタッチの射撃のお話をしてましたね。さあ、今回は A2 枚で上がります。さあ、フラッシュが来たのかな下にいる可能性高いですね。角に入ります。味方が上の敵を削ってくれたので、まずは A 下クリアリングして、1枚だけの可能性がありますね、これね。さあ、こっからもう判断早いです。おそらく B 側であろうという。 に行ってますが、これ以上行くとね、あのー、もう待ち構えてる可能性がかなり高いので、まあ、人数有利で,ですしここで無茶をしないというここの角待ちそしてしばらく待っても来なかったのでもう一度裏取りに行くさあ味方も削ってくれました3対1 ダッシーが弱ってますす、はい、素早いカバーですこの辺の、ね、なんか細かい判断これが、ね、簡単そうに見えて、ね、難しいんですよね本当に、めちゃくちゃレベル高いんですよ、この試合。本当に相手ダッシーと当たっちいますからね。さあ今回3レーン使ってるのかなさあアサルトに変えてクリアリングしますが顔は出してこなそうですね。 で、もう一度 SMG に変えて。ラウンドね、始まったばかりだとね、結構こう、ロードアウト切り替えできますからね。さあ、もうこっから判断もう早いですね。もう、初動見えなかったので、もう一気にこう、動いていきます。味方はおそらく B 側でアクションしてるので、A の奥まで取れるかなっていう判断でしょう。そして、裏取り、いきます。だけど、アタッチと、えー、敵してしまいましたね。ここはどうするか さらに進んでいく。で、フラッシュ食らってしまったのに一バレしてますが。さあ、アタッチ見えました。ここでこのスライディング打ち。アタッチに対して打ち勝っていくこのスライディング打ち。さあ、あとボム解除してる敵を倒すんですが、これね、解除間に合ってるんですよね、敵さん。ちょっと今の、今のプレイ。解除されてしまったけど、こっちも。なんか、G スライド連発してますね、これね。 これは B アタックかなフラグ入れてトロヒー投げて当たらない当たらないはい、これ即 B ではないから位置変えていきますさあうん早いね早い A セッ もうこれすでに味方が裏取りしてるんですよね。早い。めちゃくちゃ早い。さあ、手前はいないということで。まあ、2階と1階。あと先端を使ってくるかな。ちょっとこれはかなり厳しいですね。設置もされてるので。さあ、1V2。このボムからの2回見るポジションもいやらしいですが、さすがに設置されたのでね、これは厳しい。3対5になってしまいました。さあ、こっからね、もう、 1>, 1ラウンドも落とせませんさあ味方 B に送りつつこの位置で角待ちしばらく待ちますしばらく待ちます投げ物も何も敵動きありませんセンターこれはセンター顔出せますねこのタイミングでもこれあれですね味方が A シフするまでの道をもうすでに作っておくっていうわけですね バスケまで取ったので、味方はかなり楽に A 側に来れます。なんか今のこのセンター行くタイミングとかもね、うまいんですよね。敵が外したな、外したであろうタイミングでこう飛び出していくっていう動き。細かいけどうまいんですよね、この辺が。さあ、これで敵側ね、ティリー今クリアリングしてます。で、この位置で待つ。で、これだけま、敵側で待っていないということは、かなりジリス側 味方の方に寄ってる可能性が高いです。ボムをワンションにさせて、さあ味方のカバーを入,入りました。今、現在縦、縦で打、ね、ち合ってる状態ですね。残り10秒。さあボム付近をクリアリングして、これは敵が解除間に合わないですね。ダッシーがダブルキルしましたけど。 今のね、この設置後の動き敵がどのレーンを使ってきてないかっていうね、ほんと早く判断して、判別してるもそこがね、うまいんだよね、これまた。<laughs> 本当にうまいの。何回も見ましたけど、敵、ダッシーとアタッチですからね。<laughs> 世界トッププロですからね。さあ、もう一度、A2 と B1 かな、今回は。 さあ、B、A 初度アクションありません。センターも見えないので、こうガンガンいけるところまで行って、アタッチはこれ、今のね、アタッチのポジね、センター詰め見れる伏せ打ちのポジションなんだけど、まさかのテディは左から詰めていくというね。さあ、人数有利です。えー、現在3連すべて、センター A、B すべて、テディがサイドは見れてる状態。だけど、トップランドリー、ランドリーまで、え、もう、 一人入っていたという報告がありました。さあ、ここからの判断も早いです。一気にまず敵レスクリアリングして、ここで、B 側のここまで来ました。さあ、これで味方に A に行けという報告を出して、B に残るという、このポジションで B に残る。 まあね、敵リス、あ、ジリス側で赤点出たので、まあ右から来ることはないので、このポジションもう完璧としか言いようがない、このポジション。で、味方に A をクリアリングしてもらって、A がいないという報告が入ってるので、高確率で B に寄ってきます、これは。戻ってきます、敵。なるね、はい、B に来ました。このポジションで、ダブルキル、ダシーを芝いていく。<laughs> このポジションが一チすぎますね、ほんと。 まあ残り時間と敵が発砲したタイミングと敵がもうこのタイミングもうおそらくね僕もあの感じ B にシフト戻ってくるなっていう感覚はあったのでだけどあそこのポジションを使うっていうねもういやらしいですね さあ、センターフラグ入れて、今回もうアグレッシブにセンター詰めていきます。まあ、今までのレーンで敵がね、センターあんまり使ってこないという状況だったので、ここでのセンター攻めは正しいと思います。さあ、この位置、味方を先端に寄せての、テディはこの位置で B を見ておきます。これで、B から先端に来る敵がいないということは、B 側の敵は下がったのではないかこれ。 下がったのではないかこれ。ということは B 設置、かなりの確率でできるんじゃないかと思いましたが、えー、B 詰めてきてましたね。いましたね。報告ありましたね。このリング、オブジェのあたりにいる。 さあ、アタッチ、これは予想できなかったでしょ。まさかセンター詰めて後にまた B に戻ってくるとは思わなかったでしょ、アタッチも。さあ、ここで、このスライディング打ちするんだけど、ダシー、クリグで勝ってく。これ、もこれやっぱりダシー化け物でしたね、今のは。まあ、今の打ち合いに関してはやっぱりダシーのね、ガンスキルが。 いかに化け物かっていうのはねクリグで 74U のスライディング打ちに勝っちゃうっていうねさあだただただ,ただねただね設置はもうできてますから<メ>そしてこの位置まで下がって<メ>6号です<メ> <laughs> ああ今のはテディがめちゃくちゃ今のクリグに負けダシーのねあのショットに驚いてましたねクリグに負けたんだけどってねはいというわけで今回はテディと アタッチとダッシーのね、対戦の試合をね、マネーマッチの試合をお送りしましたけども。えー、まあ、サーチだからね、他のルール,ルールと比べて、他のルールと比べて、ちょっと地味に思えるかもしれないんですけど、あのー、やってることめちゃくちゃハイレベルですね。本当に。もう、本当にハイレベル。もう日本のサーチの何倍も早いですし、で、プレイも頭いいですし、で、 彼らはね、基本的にツイッチで配信してます。なので、あの、概要欄にね、配信リンクも貼ってあるので、まあ、ぜひね、見てください。まあ、ほ毎日のようにね、サーチ大会やってるので、まあ、高確率で見れると思います。というわけで、今日の動画良かったら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。